勝ち飯。この企画は鹿島市内で対戦相手を食ってやろうという企画である。さあ今日はどんなお料理が出てくるかな。はい、今日の勝ち飯は下田屋さんに来ています。では内野さん、よろしくお願いします。それでは今回6月20日日曜日のベガルタ仙台戦の下田屋さんの勝ち飯はごまだれ冷やし中華です。では準備をよろしくお願いします。はい、では、これはごまだれ冷やし中華、はい、ありがとうございます。仙台戦で冷やし中華というのは何かもともと冷やし中華というのは仙台発祥のもので、うん、仙台ではなんか聞いたところによると1年中冷やし中華を提供している店が多いということで、そうなんですね、はい、夏だけではなく年中食べてるということで、そうなんだ、はい、でこれからの、ね、季節も本当に冷やし中華いいですもんね。そう思います、はい、ありがとうございます。でベガルタ色 の、ね、あの卵とからし、そしてあのマスコットの鳥と、はい、ということで、はい、ありがとうございます。いただきます。冷やし中華今年初美味しいんだ。うん、美味しい、すごい、やっぱさっぱりしますね。そうですね、うん、今の季節に本当にいいですね、はい、カレーのごまだれなんでまたちょっと違う感じの冷やし中華ですね。思ったよりもなんかあの思ってた味と違って、はい、なんかまろやかで、はい、あまりいや、マヨネーズは使ってないです、うん、ボンペーストがちょっと多めに入ってるんで。そうなんだ、すごい、そのペーストの関係でちょっとまろやかかもしれない、うん、あ、なるほど、すごくあの美味しいです。イメージしてるなんかごまだれとはまたなんかよりコクがあってすごく美味しいですね。うん、ちょっと鶏もいただきます、はい、この鳥は揚げているんですか？あ、もちろんうちで出してる唐揚げをそれをカットしてやってます。もし、あの唐揚げも個別に売ってますよね。はい、あ、唐揚げも個別に、あの唐揚げだけでも頼むお客さんも多いです。うんうんうん、はい、ちょっと私もあの今日のあの夕ご飯に購入して帰りたい。ありがとうございます。今日も美味しいです。この冷やし中華は、はい、普段提供されているメニューですか？あの昔はやってたんですが、うん、今最近はあの中華麺を普通よりもあのそばうどんを重視したいんで、今はあのやってないんで、あ、まあ、またあのこれを機会にあの中あの冷やし中華をまた復活させたいとは思ってます。あ、なるほど、はい、じゃあ、勝ち飯をとりあえずあの2日間のために、ね、はい、中華麺を用意してくださっているということで、はい、ありがとうございます。で今はね、この冷やしそばうどんが冷やしたぬきのね、冷やしたぬきですね、のそばうどんで、うんうんうん、あのやってますけども、はい、やっぱりもうこれはこれでいいんですが、うんうんうん、やっぱりあの夏の間はどうしても冷やし中華を食べたいっていうお客さんもちらほらいますので、やっぱりできればあのそういう機会があればなるべくできるだけやりたいと思っています。なるほど、ありがとうございます。そう、この間ね、あの下駄屋さんであの食事させていただいた時もちょっとねこれ惹かれたんですよ。冷やしたぬきそば、ね、たくさんあの具材も入ってるし、そうね、そう、さっぱりするし、はい、あのいいなと思って、あの私は天丼を頼みました。それもすごく美味しかったです。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、でそれでは、6月20日、ベガルタ仙台戦の下田屋さんの勝ち飯はごまだれ冷やし中華です。はい、よろしくお願いします。美味しくない、このタレすごい、レモンが入ってるから、うん、めっちゃ合う、うんうんうん、あの揚げ物とね、合うし、確かに確かに、あの青物のキュウリとかさ、あー、いいね、はい、あの普通のごまだれとかだとちょっと、あ、はみ出るじゃん、分かる分かる、ちょっとね、ごまごましちゃう、そう、なんかあれは、ね、ごまごましちゃいますから、そうか、うん、ちょっとあっさりしてパンとはみ出てるから青くなるともう爽やかになる、すごい、いいね、あれは初めてじゃない、うん、初めて、だいたいハムとかも、チャーシューとかやっても多いですけど、チ
しい生々しいけどベガッタさんが鳥だからね勝ち飯